はい、始まりました。毎度おなじみ、ゆうご .tv です。本日も人生に役立つ情報を共に学んでいきましょう。ということで、早速本日のお題は、飲み物は腰に手を当てるだけでもっと美味しく飲める。こちらの文章を今から読んでいきます。飲み物をもっと美味しく味わえる飲み方があります。それは腰に手を当てながら飲むという方法です。飲み物を飲むとき、普通に飲み口に口をつけて飲む姿勢が多いのではないでしょうか。一般的な飲み方ですが、たまには腰に手を当てながら飲んでみてください。片方の手で飲み物を持ち、もう片方の手は腰に手を当てます。少し上を向きながらごくごく飲んでみましょう。これがいいのです。いかにも飲むぞという姿勢です。きっといつもより飲み物が美味しく感じるはずです。飲み物を最高に美味しく味わえる姿勢と言っていいでしょう。おすすめのベストタイミングとしてはお風呂上がりです。お風呂で気持ちのいい汗をかいた後、腰に手を当てながらお気に入りの飲み物をごくごく飲んでみましょう。生きていてよかったと思える瞬間です。お風呂は毎日入ります。習慣にすれば毎日生きていてよかったという時間を楽しめます。今日から習慣に取り入れてはいかがでしょうか。ちょっとしたことはありますが、これだけで生活水準が上がります。今日の格言。お風呂上がりに腰に手を当てながらお気に入りの飲み物をごくごく飲む。確かにね。なるほど。確かにちょっとした雰囲気を変えるだけで美味しかったりする。っていうのは分かりますね。確かに銭湯とか行くと自然になんか腰に手を当てながら牛乳とか飲みますね。水とか、料理も器を変えるだけで見栄えも美味しそうに見えるとか、やっぱちょっとした変化を与えることでまたそのベースの見方っていうのが変わる。確かにそうだなと思いました。はい。ということで、本日も勉強になりました。ぜひ、チャンネル登録と、Twitter、アメブロ、Facebook、Instagram、Tumblr、なんとか、いろいろやってますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。まあ、同じ内容のことを載せてるだけですけど、ぜひ、フォローとよろしくお願いいたします。では、この辺で今日は失礼します。ドン！